肉肉部の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですねちょっと一周止まっちゃった、はい、あの大喜利を前回やったじゃないですか。やりましたね、あのしょうもないやつ、はい、いやいやもう超レベル高いですよ。お腹を触るとお肉が飛び出す、その訳は、その訳はというんですね。これ超嬉しいんですけど、なんと200名を超える方に、世界200件を超えるですね応募があったんですよ。結構来たね。すごくないですか、200オーバーですよ。お腹を触ると肉が飛び出す、そのわけまで、はい、こんなテーマに対してそんなにたくさんの来ましたよ。皆さんありがとうございます。本当ありがとうございます。今日はそれを発表するの、はい、その中からですね、前回 お伝えした通り、優秀賞の方に iTunes カード1万円分、その他の入賞者の方にですね、2000円分ですね、合計11名様に豪華景品が当たるという。結構な景品だね。結構ですよ。ということで今日は、結果発表。結果発表です。厳正なる審査でですね、アプリの肉肉部を作ってるアプリ開発チームの人や、私たてがですね、選んだ11名様、今日発表します。その中で、11名の中から1名、優秀賞、森谷さん一緒に選んでください。あ、ここで選ぶんだ。そうですね。了解でございます。お願いします。じゃあ、早速、順番にいっていきましょう。はい、順不同で参りましょうね。りょうや09さん、お腹を触ると肉が飛び出すそのわけは、和牛席5個で1個引ける肉ガチャをしたから、ね、これね、コラボダンジョンとかもあったりしてみたいな、ないですからっていう、そういう話なんですね、これはね。和牛席を5個使って、なんだ、牛ガチャをしたから。牛ガチャ、牛ガチャですね。パズドラ的なイメージでね。はい、申し訳ありました。2個目、はい、ロストさん、飛び出すそのわけは落ち込ん、コンじゃないしっていうね、肉だし、落ち肉だしみたいな、あの多分コーンビーフ的なコーン違うかっていうことですかね、はい、このツッコミはバイヤーがアドリブでやってるの。これね、あんま言わないかもしれないですけど、すっげえ考えてメモしてツッコミまでメモしてる、ツッコミメモして、すげえこれどうしたいんだろうってね、超悩んでね、変なこと落ち込んじゃないよ、落ち肉だしメモしてあるここ OK です、はい、3つ目いきましょう。恥ずかしいとこ触れられてるやつね。そのわけはタップと同時に牛の後ろ、牛でかけてませんよって書いてありますけど、後ろでマックス村井が政権好きをしているから、せいやせいやってあれですね、せいやからまあ政権好きで肉が飛び出してると。そうですね、タップに合わせて政権好きをしてるっていう。ちょっと再現やってみますか、牛として。こんな感じですね。じゃあちょっとタップしてもらっていいですか、あの和平さん、和平さんタップしてもらっていいですか。こんな感じですよ、ここをタップするのはここまで出てくる出てくる出てくる、こういう絵ですよ、これですよこれですよ、はい、ありがとうございますこんな感じっていうのが割れていたかった、あちょっと割れていたかった、これが井上さんですね、井上さんからです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次、フジモンアットヨイドレノッポさん、そのわけはそこに買う人がいるからですという、この買う、ダジャレでございますね。そうですね、牛英語で買うって言いますからね、イングリッシュで買うですからね。そうですね、うまいですね、これうまいですね、大喜利っぽいなと思いました。大喜利っぽいですね。次、アナキンさん、はい、そのわけは、うん、儲かるか、もう牛の鳴き声にかかってるというね、ダジャレシリーズ来ましたね。ダジャレシリーズ、牛を狩るから儲かると。次の方、ギアーさん、はいはい、肉が飛び出すそのわけは、牛さんがね、おたるさんの後輩でボディタッチをしてくれた人にはサービスしろと言われていたから、めっちゃセクシーっていう慣れないことをやると良くないかもしれないですね。次、KIYO さん、キヨさんですかね、はい、そのわけは牛の形をした未来の 3D プリンターだからという、処理速度速いっていうね、あんなにめっちゃくちゃ処理速度速いっていう話です。なかなか高度だね、入ってくる、ね、お前は DMM か。あ、そうそうそう、あのビートたけしもびっくりだよ。本当ですよ、肉肉部ドットメイクですよ3D プリンターって 3D プリンターだ。はい、まだ行きましょう。はい、次、ルンちゃんさん、うん、そのわけは今まで来たルートを忘れないようにするため、ヘンゼルとグレーテル的な、でも残念ながら食べられちゃって帰り道がわからないみたいな。そうですね、ちょっとそこまでがセットですね。そうなんですね、わかりづらいかもしれません、これあの道に迷わないように森の中でパンくずを撒いたっていう
話になんで肉肉がかかってんのかわかんないんですが、牛がね、あの旅人だったのね。あ、実際にね、あの北海道まで行きますからね、うん、というか自分の歩いた道を忘れないように。そうですね、これマイクラだったら松明ですね、うん、はい、はい、次、ターさん、はい、実は地下でカイジたちが肉をさばき上に投げているのである。地下帝国ですか、地下帝国で、まさか労働させられてましたか。はい、来てるそうですね。投げてるんですね、地下でね。ペリカですね、多分ほとんどペリカもらえないんでしょうね。もう月に1回の缶ビールと焼き鳥でもうほとんどなくなってしまいましたね。なんか肉肉も悲しい話になってきますよ。ペリカはね、あの日本円の10分の1の価値だそうです。はい、次、タピオカパンさんですね、はい、はい、その訳はタップで肉が合成できるエスタップ細胞を持った牛だから。ジジネタ、ジジネタ。これスタップ細胞ですからね、スタップ細胞ですから、どんな感じで触れたらいいのか、ちょっと、まあ、やりづらい、ちょっと難しい、ちょっとただうまいね、うん、うまいね、すごいなんかレベル高いなと思いましたね。うまいね、まあまあちょっとあんまね深掘りしないでおきましょうね、ちょっとうまいことは間違いないです、微妙に深掘りしづらい、しづらいですね、うん、タクタクアトマクさん、はい、お腹を空かせた人々に笑顔を届けたいから、いい話系、いい話系ということでいただきました。はい、はい、以上11名の方、この方、おめでとうございます。おめでとうございます。2000円分の、iTunes コード、iTunes カードゲット確定、おめでとうございます。この中から最優秀賞か、そうですね、優秀賞選びましょう。悩みましたけれども決めました。どうぞ。最優秀賞決めました。結果発表、肉をお腹をタップすると肉が飛び出るその訳を、はい、タップで肉合成ができるエスタップ細胞を持った牛だからに決定したいと思います。タピオカパンさん、おめでとうございます。うまい、いやなんだかんだうまい、もうすべてに無駄がない。そうですね、タップっていう意味とかもね、いろんな情報がですね、あの絡み合ってる。はい、おめでとうございます。最優秀賞おめでとうございます、はい、こちらの、トータル11名様ですね、後ほど、ツイッターの DM で景品が送られてきますので、アットマークアップバンクをフォローしてお待ちください。はい、ちょっともろもろ手続きあって、10月半ばぐらいまでかかるかもしれないですけど、気長にお待ちください。それでは皆さん、肉肉棒ですね、ダウンロードしてどんどん遊んでください。 iOS 版と Android 版が両方ありますので、お見逃しなく。ちなみに私は全国制覇しました。おお、北海道まで。はい、ありがとうございます。皆様も楽しんでください、非常に楽しいゲームです。ではありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちは寄り切ります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ、シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。なんだと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス村井、人工知能にはストール完了、マミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長スプリングマオ、そして野郎ども、おに任せろ、全力で悪に立ち向かい地球を救え。
マックス・ザ・ムービー赤いサイバーロード。